ログインボーナスのもらい方。原神にはログインボーナスがないなんて思っている人もいますよね。ところが、原神にもちゃんとログインボーナスがあります。もらい方は簡単。公式アプリ、ほよラボからログインボーナスを選んで本日の報酬をタップするだけ。ちゃんと毎日もらうだけで原石も60個もらえます。ぜひ忘れずにもらっておきたいですね。よかったら参考まで。 原神心理学、ログインボーナスを忘れない方法。こんにちは、コバトーンです。ログインボーナスって忘れがちですよね。そこで今回は忘れにくくする方法をお伝えします。その方法は、今ある習慣の後ろにセット化することです。例えば、毎朝顔を洗う人であれば、洗顔して顔を拭いたら、ほよらボを起動する、みたいに連続した内容にしてしまう感じ。 この方法は、異不全ルールと呼ばれるもので、非常に高い習慣化の効果があると言われています。僕は毎朝起動するアプリを決めているので、ジャンププラスを読み終えたら、ホヨラボを起動、みたいな感じにルールを決めています。通勤・通学の動作と合わせてもいいでしょうね。この方法、かなり忘れにくくなるので、よかったら試してみてください。世界ランクの下げ方。 リクエストが来ていたのでお答えします世界ランクを下げる方法はまずプレイ画面からパイモンマークを押します次に自分のアイコン右下にあるアルファベットの i のようなマークをタップすると世界ランクを下げるか確認されるので許可するだけです注意点は世界ランク5に到達していないとこの機能が使えないことまたランクは今のランクからマイナス1だけ変えられます 変更頻度は週に1回まで世界ランクが上がると報酬が豪華になりますが同時にゲーム難易度も上がるので困っている人は試してみる価値があるかもしれません参考まで神の瞳集めに役立つ便利な方法神の瞳集めに低イワットマップがめちゃくちゃ便利なので紹介しますホヨバース公式アプリホヨラボからゲーム内のマップを見ることができますマップを開いたら画面下のフィルターから探したいアイテムを選択するとマップに位置が表示されますそして 神の瞳の場合、撮りたい瞳をタップすると、取り方の動画まで見られちゃいます。ゲーム内を自力で探すとめちゃくちゃ大変なので、ぜひ使ってみてください。ちなみにパソコンでもウェブ版テイワットマップを開くことができるので、スマホとパソコンでマップを見ながらプレイするととっても楽です。こちらも合わせてどうぞ。